はい、おはようございます。キャプテン浩二です。ただいまの時刻は、2019年、7月の12日、金曜日の、朝の11時6分になります。おはようございます。そしてですね、今日の天気はねこの感じです、曇っておりますけれども、今日はねあの雨が降らないでこの後ね晴れ時々曇りの予報です、すごくね曇っておりますけれどもね、気温はね低くてね過ごしやすいですね。今日涼しいのでね、今日はね今日のテーマですけども、涼しいので、草刈り機でね、アジサイの今アジサイ咲いてます上の方ね、上の方の草をね、ちょっと刈ってみようかなと思います。ね、結構伸びておるんでね。今日のテーマは草刈りです。ちょっとね、おしゃべりしながらはできないかもしれないけども、できるだけね、おしゃべりしながらやっていきたいと思いますけれども、よろしくお願いいたします。そしてね、ちょっと簡単な服装ですね、長靴と、そして、腕カバーね、腕カバーに、下着なんですけども、上はね、上は下着なんですけども、腕カバーと長靴をして、今から行きたいと思います。はい、それではよろしくお願いいたします。おお、ちょっと重たいけどね、頑張ってやりましょう。長靴しておかないとね、蛇がねおるかもしれないんで、ちょっと気をつけながらやっていきます。エンジンの音がうるさいんでね、すいません、ボリュームを低くできないんで、あら、ちょっと待って、あらら、アクセルが壊れてしまいましたね。まあ、いけないことないけど、参ったな、アクセルが壊れちゃったよ。ちょっと待ってね、アクセルが壊れたらどうなるんだ。草刈り機のアクセルは、ちょっと待ってね、アクセルの樹脂のね、プラスチックの部分がね今ね壊れて、荒れてしまったけれども、どうしよう。とりあえずね、撮影しながら行きますので、よろしくお願いいたしますね。あれ、何とかなるかな。はい、それではもうエンジンかけてね、パパーっと行きますので、よろしくお願いいたします。大丈夫か。ここから撮るか。斜めからしないと見えないね。はい、ここね、カメラ固定してね、やりますので、見とってください。
はい。はい。簡単にね、今年はね、簡単にできましたけども、こんな感じでね、去年のね、アジサイをね、上に上げておりますので、草がね、生えてないですね、あんまりね。だけど、つるがね、ちょっと絡まってね、大変でしたけれども、無事にできたと思います。あんまりね、草生えてなかったんでね、良かったです。そして、草刈り機のアクセルですけれども、今ね、外れた状態でね、アクセルの開け閉めしたんですけどもね、こんな感じで、ちょっとね、アクセルワイヤーを今から修理したいと思います。ね、プラスチックの部分がね、取れて、割れたのかな、割れてますね。へぇ。はい、それではもう、これで終わりたいと思います。この後はね、この後、この枯れたね、アジサイをね、またね、切ってね、この上にあげるということです。ここにね、切ったやつをね、あげるということで、それは母がするということでね、今ちょっと僕に、草刈りをしてくれと依頼してきました。はい、それではね、こんな感じで、動画締めたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。アジサイの花がもう枯れております。今日は6月12日ですけどもね、早くもアジサイの花が枯れております。はい、それでは、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白ければ、チャンネル登録、高評価、コメントをお願いいたします。まあ、そうですね。はい、それでは失礼いたします。